道民夫婦です。ようこそいらっしゃいました。夫婦間のルールって結構あるよね。一応ね、決めてるのもあるし、特に決めてないのもあるし、自然発生的にねできたルールってやっぱり長い年月とともにあると思うんだけどこの度靴下の洗濯ルールを決めましたっていう靴下ルール靴下って穴開いたら捨ててねとは言ってるんだけど、ちょっとねウエスにしたりするのにもったいないから一回洗ってまたちょっと再生したいなっていう時があって、でもそのまま洗濯機に入れるとまた綺麗に畳んでタンスの中っていう風になるから、ウエスだよっていうことが分かるように、だからウエスものは結んで洗濯機に入れるっていうことになりました、洗濯のルールって言ったら結構あるよね。ポケットのものは必ず取り出す、ハンカチ、伝票、シャチハタ。伝票はね自己責任だからね洗ったことあったよね薄くなっ て, ボ ロ, ボ, ロボロボロになってる、紙が出てきた。シャチハタもあって、シャチハタ入れたまま洗濯したら私の白いズボンがまだらになってる、ね、あれはショックだった結構あるの。シャチハタ、シャツとかは裏返さないで洗濯機に入れてねっていうルールだよね。そうそう、下着とかもね、服とかもね、でそのまま干せるからっていうことで、もし反対側になったまんま洗濯したらそのまま反対側のまんま畳んで戻すっていう嫌味ルールで洗濯してる間に裏返るやつもたまに、たまにそれはあるけど、でもシャツとか思いっきり袖も本体も全部裏返るっていうことはめったにないから、まあそこはね臨機応変にはやってるけども、たまにね嫌味をやるよねそのまんま裏返しのまんま着たら、裏返しのまんま着て、裏返しのまんま、そしたら裏返しのまんま着て着てんだよね。それが表だと思ってるからそのまま裏返しのまんままた洗濯機に入って、洗濯機に戻ってきて、ご丁寧にまた裏のまんまだった、裏のまんま裏サイクルと風呂とかはパパが風呂を入れる、または北海道だから追い焚きスイッチを押すみたいな流れになってて、で風呂は私が先に入るっていうルールっていうか、私が熱いお湯が好きでパパがぬるめのお湯の方が好きだから、私が先に入るっていう感じなんだけど、そうパパが仕事から帰ってきてお風呂のスイッチを押してくれると入る時にちょうどいい時間になるかなっていうことでパパが入れてくれるようになったんだけれども、この間ね入った時に足突っ込んだらね水だったんだよねふっと足入れた瞬間ね、イラッっていう感じ、ね、自分も悪いよね。ちゃんと確かめてからこう足入れればよかったんだけど、でもこの確かめるっていう行為がパパを信じてないっていうのが多いかなっていうような感じがしてそのままって足ズボッとつけた、水だった、私ここ北海道ですよっていう水だよっていう、そしてもうイラッとしたもんだから、こっちはこっちなんか仕返しのつもりでさらに温めのスイッチとか押さないでそのまんま出てきて何も言わなかったで後から水だったよって言ったら、そう一言さえってまあね、お風呂はパパの係ってね決めてるわけじゃないんだけれども、なんかそういうところだよねコミュニケーションがうまくいかなかったでも足突っ込んでごらんって必ず先に入るの私だからって、いやたまにパパもあるんだよ。え、なんで？自分で入れるの忘れて私いない時とか、そう沸かしてあると思って入ったら水だったって、知らないうちにこう、ね、仕事の分担してるルールみたいのっていうのがあって、例えば焼肉バイキング行った時に取るよって行った時にもうそれぞれ分担ができてて、パパはもうメインの肉係で私が周りの水とかご飯とかをよそってセッティングするみたいな感じで、もうすごい早いよね。だからね、分担制、分担制になってるからね、そしてパパがメインの肉だから
もう私がちょっと食べてみて、あ、この肉いいわと思ったらまだ残ってても、いや、パパが持ってきたんですよ。持ってきたのがパパだ。そう、パパでしょ。パパ食べてるんですよ、責任逃れ。一回逆になったことがあるんだよ、なんかの加減でね、うん、パパがご飯の係になって私がお肉の係になった時に、したらもうご飯をこんなに、仏壇のご飯かよっていうぐらいよそってきて、糖質こんなに取るんかいみたいな感じで怒られたよね。こんなに持ってくるのってね、怒られたぐらいにしてね。バイキングでね、なんか持ってこないと損みたいな感じになってて、でしかも昭和の時代の人間だから、持ってきたものはやっぱり綺麗にね、残さないで食べなきゃいけないと思うから、う、ね、やはり持ってきた分はね、しっかり食べるよね。そうでも最近やっぱり年なのかさ、前ならもうここまで来るぐらい食べれたのに、今ある時突然、あ、リミットが来たってなるようになった。そう、年か、年60歳の年越えてからシルバー料金になる焼肉バイキングって、あの焼肉キングとか、シルバー料金になったよね。少し安くなる。で検索してシルバー料金のあるところとかって焼肉バイキングに行ったぐらいにしてで普通のね、シルバーなのにシルバーじゃないぐらい食べる。すみません、ありがとうございましたごちそうさまでしたっていう感じだよね。ほとんどが65歳以上がシルバー料金っていうね、飲食店はね多いんだけど、多いね、たまにね60歳以上っていうのがあって、あるある、お得ですよって、ね、お得って言ったら、映画はさ50歳以上だったっけ。あ、早いよね、あれはね。そう、年寄りが、うん、早い、うん、何割だっけ、シルバー割、え、違う、シルバー料金はありがたくね、使わせていただかなきゃっていう感じだよね。分担って言ったら、出かける時とかのルールもあるよね。あ、決めてないけど、手分けをしている、うん、で鍵とかしっかり戸締まりを最後に最終確認するのはドミンパパで、私はガスの元栓閉めたりとか、いらないコンセント抜いたりとか、こま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 した。で動画の制作と同じだね。そう、最終確認しかしない。動画のね、あのテロップ入れとかを私が入れてパパが確認してくれるんですけど、いいよって言われて、さあじゃあもう公開だって言った頃にもう一回見るんだよね。そうした時にこの文字違ってた。はぁ、イラッとするんだよね。全部もうやっちゃったし、今かいっていつも。でもなんかね、何度か見るとね、気づいちゃう、気づいちゃうところ。でも結構ね、間違いとかもあるんだけれども、気づいちゃったのはやっぱり言わないわけにいかないから、まあ、気づいちゃったからにはやっぱり直さなきゃいけないから、気づかなかったらまあ仕方がないんだけど、気づいちゃうからやっぱり言うっていう、早く気づける。分担ね、分担、うん、結構最終確認はやっぱりいろんな面でドミパパって感じだよね。一応あとは外回りはやっぱりパパっていう感じで、うちの中のことは私っていう感じですね、はい、だけどさ、物置汚いよ、だいぶ外回りだよあれ。物置はの中の内回りは私じゃないから、ね、知らないうちになんか自分のものいっぱい詰め込んでるよね。いるんかいこれって。いるのもあるけど、いらないのもある。そうさ、バブル時代のゴルフとかさ、あどうすんの、ね、あれ、ね、ゴルフクラブとかボロボロになってるからね。怖いよね、開けてみたらもうボロボロになってパラ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 となるじゃない。そう、バブル時代もう風化してるって。なんかあるよね、捨てられないものとか物置にとりあえず入れとこうかとかっていうのが、ね、っていうのが忘れてるっていう。そう、捨てたくないものってやっぱりあるんだけど、でも今使ってないよっていうものって結構あるんだよね。それを取っておくとまた家の中とかも外回りもぐちゃぐちゃになってくるから、私は必ず今使ってないっていうやつを置いといて、1年経ってそれ使わなかったらもう捨てようみたいな、ちょっと自分ルールを作ってるね。そうだね、1年、うん、2年、3年ルールぐらいまで、3年本当に1回も使ったことがないものは有無を言わさず捨てるっていう
1年以内ぐらいだともしかしたら使うかもっていうのがあるから、ちょっとルール守ってなくない？車庫の上のところにさ10年ぐらいフロッピーあるよ。フロッピーいつさ、3年とかそんなもんじゃないでしょ、フロッピーなんて大量のなんか重たくなった箱に入ってフロッピーとかフロッピーって書いてるのあるんだけど、あれ何？フロッピーはもう処分したはず。本当？うん、書いてある入れ物だけがフロッピーなの。あ、そうか。中は CD か DVD かブルーレイになってるかもしれない。でも CD とかもう値段もう古いからね、うん、こんな時代についてくのに大変な都民夫婦です飲みますか？ぶどう液一升瓶です。出た